皆様こんにちは。こんにちは。ですね、ジェンガ HD、 まあこの画面ですね、ジェンガ HD、 村井と小助の因縁のジェンガ対決をアプリでも第3回2回連続で私が勝っております。一番勝ちたいジェンガ1回目は去年の12月11日、ニコ生で開催したマックス村井生誕祭の、おまけコーナーでなんと30分もの戦い、私が鶴のジェンガです。そう、ラインジェンガで戦いましたね。リアルラインジェンガものです。売ってます。あれで戦って私が勝って、で2回戦が、ニコニコ超会議3のアップバンクステージ、超アップバンクステージで巨大ジェンガ、まあ、再びあれで勝ちましたね。で、パズチャルでもしれっと私が勝ったのかな。コスケ、私と戦った時いいとこなし先生、ババ抜きでしたよ。ババ抜きだけだな。あとは、まあ、腕相撲、腕相撲いいとことかっていうあれはなんかおかしいですよね。で、これを使って戦うということです。ルール説明なし、参りましょう、はい、順番どっちからがいいですか。どっちでもいいですよ。じゃんけんしましょうか。勝った方が先ね。よかろう。最初はグー、じゃんけん、ほい。皆さん先行から。クラシックモードプレイ、アパートハウトゥープレイ、タッチブロックで選んで、選んでホールドした状態で引っ張ると抜けると、タップブロックトゥーぬぬぬ、ああ、始まった。で、1個だけルールを言うと、このブロックを触った時の色が取りやすさ、ケイ、白が一番安全ですね。白は安全で、ピンク、赤、3段階かな、ね、ただかなり繊細さが要求されるこのゲーム。何すかその声ゲーム。そしてコスケは今回このアプリジェンガでマックス村井に3度負ける。それは嫌です。いや、でも3回負けたら勝てんで、2度と。勝ち逃げが僕一番悔しいんで、下から崩してやろう。逃げって言ったらあれですけど、うわぁ、頑張れ。あれ、どうした。なんかおかしいですよ、ジェンガの様子が。なんかおかしいですよ。なにさあ、あ、来い、来たぁ。これ置く時の力相当重要です。おい。お？コスケも下から狙うね。下からですね。チェンガ。あ、ちなみに回転できるからな、この画面。あ、本当だ。で、指のその角度とか多分結構これ繊細だぞ。これ思った以上に物理センスはガリガリ。だってこれ揺れとるもん、すでにチェンガ。ちょっとだけ。これすごい繊細なジェンガだぞ。リアルジェンガより繊細じゃないか、これ。これやばいっすね。これすごっ。だから多分こうした上でこうするとか。ああ、なるほどなるほどなるほど。が重要やねん、きっとこれ。画面の角度も大事なんですね、これ。つまり。OK! へぇー。すげえな、このジェンガのクオリティ。このジェンガアプリ。これ別に2人寄ったわけでもないからな。何人でもできるからな。そうですね。これはね、休み時間とかにやりたい系のアプリだな。一番下の2本のうちどっちか抜けば。いやー、何を言ってらっしゃるんですか、ね、あ、すげえ。さっきまで白かったのにずらしたらオレンジになったな。え、結構揺れた、結構揺れた。うらー、おー、なんかこれリアルジェンガだったらまだまだ余裕シャクシャクなタイミングなのに。OK。 あ、こっちもいけんのか。じゃあ下から行ってやろう。多分これこっちで抜いた方がいいんだよな。 OK。
この戦いすでに3分50秒経過している。これさ、本物ジェンガよりも危なっかしいな。これあれですね、さっき村井さんが抜いた。あれどこだ、どうした、私が抜いた、村井さんが抜いた上が、あ、やっぱ変わるんだ、1個抜くだけで。やっぱり重量全然変わってるぞ、バランスがですね。あ、これ次第に白いのなくなるんだろうな。これっていうか白いのもう見当たらないんですよ。いやー、そんなことない、きっとどこかにあるはず。ありますか、ちょっとチェックしますね。あと、まあ、ここはまあ安全そうだよな、確かに。そこでええやん、抜くな。いや、なんかそのこの現時点で危なっかしいのがどのくらいあるのか。ああ、これ取ろう。なるほど、これいただきで。事前にそのこのアプリのバランスみたいなものをこう測ろうとしているんだな。やっぱり白っ、それ危ないぞ、そのコツンレベルで危ないぞ、きっと。だ、後半それで倒れるで。ほんとだ、こうしてこうしてちょっとだけ右に揺らす、寄せておく。へえ。もう私ね、別にね、下から抜くとか全くないから。でもこの横にして抜くみたいなのがセオリーっぽいな。そうですね、抜く角度とか大事そうですね。うわー、なんかいい音した。なんか何かが、アチーブメントが。これどこからにします。もう一個触ったらそこしかダメみたいなルール。それきつくないか。10分超えたら3つ触ったらその3つのうちのどれかから抜かないといけないって。それでいきましょう。10分超えたらな。そのうわっ、あっ、怖い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 。今めっちゃずれたぞ。っていうか揺れてます、いまだに揺れてます。これ、これきっとセーフティーなのにこっちの方向で抜いたらやばいとか、きっと方角もね確実にあるで、これ。うわっ、めっちゃ揺れてる。ちょっと待ってください。これどのくらい揺れてるのか。揺れてる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 。これ倒れるで、それ抜いたら。怖っ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 。ちょっと戻したね。はい。あ、そういうテクニックもあるんだな。戻したりとか。めっちゃ揺れてる。コスケ、それにこだわってるのか。別にそれじゃなくても倒れるぞ。マックス村井、コスケとのジェンガ勝負。村井様、村井様、3連勝。もう村井さん、もう一回お願いします。村井さん、お願いします。何何ちょっとこれは何汗かいてんだよ、お前悔しいとかじゃなくて自分が恥ずかしいです。もう一回お願いします、村井さん。よかろう、じゃあ次の戦いはじゃあ次の動画でやろう。はい、皆様、アプリジェンガ2回戦は、あ、1回戦は私の勝利でございます。次回コスケどうなるのか。これなんか最近よく思うのがなんですけど、最近というかですよ、私が勝負強いって3回戦って、今回に関してはその村井さん第1回第2回は勝負強いというか、そのジェンが上手いというより勝負強さ。今回に関しては単純に俺がジェンが下手すぎみたいな。いやー、そんな言い訳が通用する世界かどうかももう分からんでじゃあ皆様、次回お楽しみに。さようなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで